はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドリオクの、今ですね、ご老練終わったところです。今クールダウン中ですけど、疲れた。いつもね、来るたんびに死にそうになるし。はい、これからですね、ご老練の様子、このね、死にそうになるこの練習の様子を、ぜひね、見ていただこうと思います。本当にね、すごい練習なんで、見ててね、楽しいと思いますよ。はい、まずはね、1セット目はね、この L4 レベルで走るんですが、このセットの前に実は3分間だけ L4 レベル、これですね、ここをやってます。その後、3分休憩して、次に3分間の L4 を8回続けてやります。これね、インターバルないんで、続けて結局3分の8、要は24分、L4 で走りっぱなしっていう、そういう状態です。はい、そんなことをやります。でね、こうやって走っていて、五郎さんね、今あそこ座ってますけど、ずっと下向いてますが、そういうわけではないですよ。時々はい、こんな感じでね、睨みを聞かしてきます。もうね、睨んで睨みまくってますでしょ。もうね、じーっと見られるんです。でね、時々前向いたりとかすると目が合うんですよね。これがね、結構ね、怖っとか思うんですよね。で、次の方を今度は睨んでますけど、もう順番にね、睨んでいくんですね。はい、でね、また何かね、こうやられてるんですけど、いろいろね、僕たちのデータを取ってくれてるみたいなんですね。で、またじーっとね、こんな感じで睨んでくるんですよね。また睨んできてるんで、それに気づいた僕はちょっとニヤッとしてますけど、睨んでる怖ーっとか言って思っているところです。はい、でね、実はね、ただね、睨みを聞かしているわけじゃないんですよ ね。ただこう目つきの悪いおじさんではないです。足の運びとか体力の状態とか、まあ、体の状態とかね、いろんなものを見てくれてます。で、心拍とかも取ってるんで、その状態も見て、このあと、最初に渡したこの右に置いてあるボードのメニューですね、この通りやるのか、そこから、なんかアレンジを加えたりっていう、そういうところを、計算してくれています。すごいですよ。そしてね、今ね、立ち上がったでしょ。で、一瞬ね、紙を写して、これズイフトで僕のパワーメーターのデータを拾って、こうやって表示しながら、カメラで撮影してくれてます。これをね、全員分撮って生徒さんのスマートフォンにね、送ってくれるんですよ。まあ LINE とか何か使ってなんですけど、そういう感じで送ってくれます。なんで、アフターケアじゃないですけどね、そういうところもちゃんと見てくれるような、そんな感じで、あなたはこんな感じで走ってましたよとかね、こういうふうに走っててうまくできてませんよとか、ここは良かったですよみたいなことも、コメントをね、ちょっと入れてくれたりとかしてくれています。さあ、こんな感じでね、なかなかこうまめな感じですよね。丁寧にやってくれてすごい嬉しいですよね。はい、で、今ね、その撮影が終わりました。それでね、次の方ね、こんな感じで順番にやってます。はい、僕ですけど、なんか辛そうな顔してますね。はい、だいぶね、疲れてきてます。本当はね、ここ200ぐらいで走らないといけないんですけど、なかなかね、200ワットが出なくなっちゃってますね。ちょっとね、疲れてきてますよ。でね、今回使っているこのね、固定ローダーなんですけど、ちょっとね、抵抗が少なくて、要は負荷が少なくって、実はね、もう気づいてる方いるかもしれないですけど、ケイデンスが100超えてます。これ実はね、ずーっと100超えてるんですよ。で、要は与えられた200ワット以上出してくださいっていうのをもらっているんで、それをこなすためにずっと100以上のケイデンスで回してるんで、ちょっとね、だんだん疲れてきてます。給
90ぐらいとかで回すとね、こんな感じでね、160とか落ちてっちゃうんで、これでは全然ねダメなんで、100を超えないとね、ケイデンス100を超えた状態でずっとキープしていかないといけないんでね、なかなか大変でしたよ。まあ固定ローラーによってね多少癖があるんでね、まあこれはこれでまあ面白いかなって気はしますけどね。はい、そしてねだんだんカメラの揺れが激しくなってきてるでしょね、ペダリングがねだんだん悪くなってきてるんですよ。はい、さあ疲れがね見えてきて、もうすぐ見破られました。はい、こんな感じでね今ねこうくるくる回す走りから足を踏み込むようなバタバタするような走りにだんだんね疲れて変わってきちゃってるんでね、そこを指摘されています。そしてまたくるくる回す走りに戻すようにしてます。はい、そして1セット目終了です。はい、疲れた、相当疲れたよこれむっちゃ疲れるんですよね。でね、ドリンクをねいつも1個満タンにして持ってくんですけどね、結構ね足りなくなりそうな時はねありますね。休憩中なんですが見てます、なんでしょうか、見てますよ、すごい見られてます、見てます。これ多分ね僕の右側にあるボード、メニューボードを見てると思うんですよね。指示したのに対してこれからどういう指示を出そうかなっていうのをきっと考えてくれてると思います。そしてはい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。やばい、はい、声になってませんね、ね、疲れてますそしてドリンクを飲む。はい、やっぱりねこんな感じで次の指示が出てます。次のセット205です。2セット目スタートです。2セット目はねここの部分です。はい、ここですね、ここを、4回、大体205って指示があったんで205で4回ですね。はい、3分間を4回ですよ。3分経ったらパワーと心拍数を申告します。198.118、はい、しましたね。で、申告したねパワーが198だったんで、次の回この3分は200で走ってくださいっていう指示が出ましたね。また五郎さん、動画を撮影してくれてます。で、僕のねこのスタイル、まあカメラがね、自転車の前にビューンと長くくっついてますが、360度カメラをつけて撮影しながら、参加しております。今回ね、五郎さんに頼んで、撮影許可をいただきました。はい、でね、五郎さんこんな感じで、だいたい4回撮影してくれて、送ってくれてますね。前に来た時もその前の時もそうでしたね。ずっとそんな感じでやってくれています。どうでしょうね、結構疲れていることは疲れてますけど、191129、はい、パワーがねまたちょっと落ちちゃってますね。ちょっとねだいぶ疲れてます疲れてる感じ出てますねはい、ここはね寒いんですけど、冬でね、だけど後ろドア開いてるでしょ。ドア開いた状態で扇風機もつけて
ね、実はね暑いんですよ。でタオルも、下にねつけてこんな感じでやってますはい、2セット目終了です。だいぶ疲れてます。ここでね3分間の休憩です。それぞれ3分ずつ休憩する感じになりますね。183130、はい、183ワットです。だいぶ落ちちゃいましたね。これね本人むちゃむちゃ悔しいです。実はうわ今日なんでこんなできないんだろうぐらいの感じで思ってます。はい、今ね股の間のところのタオルを直してましたけど、あそこにね洗濯バサミでタオルを挟んでますね。タオルだけ持ってってここで洗濯バサミで、ね、パチンと挟んで、まあ、洗濯バサミも持ってってるんですけどね、こんな感じで汗対策をしてます。はい、はい、やって2本目に上げる、そしたら205から200から205の間で、はい、やってもらうのがいいですか。あ、はい、わかりました。3節目が180やん。はい、あ、または3本目アメサワ最高何本のことだよ。アメサワですか。アメサワは2本ぐらいですね、うん、その先の三国山はもうちょっと伸ばせますけど、はい、でね、家での練習の仕方とかね教えてくれるんで非常にありがたいです。はい、3セット目スタートです。3セット目はねここの、3つ目のとこ、はい、3分間で7回ね L4 レベルを7回です。はい、これもね21分ですね。はい、長い長いです。はい、もうねだいぶ疲れてると思うんで、ここからねちょっとどんな数字で走っていくかちょっと見てみましょう。193177 193ワット、189127189ワット、ちょっとね落としました。ちょっと見ていきますよ。190129、190129、187130、190130、はい、3セット目終了しました。だいぶ疲れてます。さあそして4セット目始まりました。はい、4セット目ね、この4セット目はインターバルです。こちらのやつ1分走って15秒休憩というのをインターバルで15回繰り返します。なんと15回。さあどんな感じになるのか楽しみでしょう。215、208、212、211、211、205、206、208、208、215、206、206、209、211。さあラストだ。ラストはねちょっと思い切っていきますよ。どれぐらい頑張れるかもうね力残ってないんですよね。もうそれでもねなんとか絞り出そうとして頑張ってますで笑っちゃいけないよね自分の見て笑ってるという、はい、そんな感じで頑張ってますよ。はい、もうすぐです。はい、4セット終了。220、129、は
はい、終了です。はい、今ですね、6時のクラスが終わりまして外に出てきました。でね、次8時のクラス始まろうとして準備がしているところです。はい、今日もね鍛えられました。はい、ね、毎回ね勉強ですね。もう結構ね今ね足プルプルなんですよ。これからね1時間かけてちょっと家まで帰るんですけど、ちょっとねいつもねこの後は死んだように帰っていきます。はい、次のね準備ね、なかなかいい感じでやってるでしょ。あそこにねいつもね五郎さんが座ってでやってるんですけどね、時々こうね睨みを聞かせて、ね、先ほどあの動画の中にもあったと思うんですけど、きっと睨みを聞かせてねみんなのこと見るんでね、緊張感があって、これがね、最高にいいです。そう、もうね、この緊張感を求めてここにやってくるみたいなね、こう、刺激を求めて、このね、皆さんやっております。はい、ではですね、今回の動画はこれで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方は、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録の方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。